おはようございます。大家早上好。夏の風物詩の一つといえばセミの鳴き声ですよね。そんなの風物詩かよっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、いや夏にはあのセミの鳴き声がないとなんで今日はそのセミにちなんだ話を一つさせていただきます。大昔ね、荘子っていう人がいました。まあ中国の、思想家ですね。道教の思想家、もう紀元前ですよ。まあその道教っていうのは道の教えっていう書いて道教と言います。昨日お話しした道のことね。もちろんこちらの道教がとてつもなくご立派で、あのまあ往々にして理解できないものも多いので、この私はですね、私なりに解釈して面白くおかしく話したいと思いますそのセミなんですけど、ある日その荘子がね、歩いてると道端でセミを捕ってるおじいさんが言ったんですよ。まあ中国のね、古来からのセミの捕り方っていうのは、竹竿の先に餅をですよ、ネバネバーさせて竿につけて、それでセミをつけるんですよというやり方があるんですね。中国の古来のやり方で、私も小さい時にやったことあるんですけど、ちょっと音楽うるさいかな。ほい、そう、私も小さい時やったことあるんですけど、成功した試しがないね。だいたいこう近づいた頃にセミが気づいて、ターッと違うとこ行くんですよ。そうで、その荘子がしばらくその老人がセミ捕りをするのを眺めていたら、見事なもんですよね。必ず一つや、あるいは一回の動きで二つぐらい取るんですよね。うわあ、名人っていうのはこういう息なんだって。簡単そうに見えるからね。で、荘子もどれどれ俺にもやらせろよって、老人はどうぞ汗を拭きながらね、ちょうどここに手拭いがある。そう、手拭いでね、こうやってるのね。汗を拭きながら、どうぞどうぞ、竿を渡したわけ。竿を渡されて、荘子が、あ、ここだ、え、逃げるか、あ、ここだ、あ、逃げられちゃったっていうやるわけよ。でももう全然取れやしないんですよね。竿が近づいただけでセミが逃げてしまう。じいさん、その竿に問題あるじゃねえかって。いや、貸してみんです。で、じいさんそれ持ってピッってこう取るわけよ。あーっと、荘子がどういうわけだと聞いたら、いや、俺はこう見えてももう何十年とやってますからねって。そう、そりゃ最初はお前さんみたいに失敗はたくさんしたよ、けれどもどうしたらいいのかいろいろ考えてね、頑張ってやったら今日になっちゃったよって
その気づいたら今日なんですよ。ですよ。気づいたら今日なんですよ。ね、ひたすらひたむきに努力すること。熱いなこの手ぬぐい。そうね、ひたすらひたむきにこう繰り返す。はあ、やがて成功する。百発百中になるんですよという話ね。ぜひ皆さんも何か一つ、今からでも遅くないので、全然遅くないので、お試しください、ね、すでにやってる方はね、そのまんま歩けばいいのでね。それでは今日はこの辺にします。どちら様もお健やかに、ごきげんよう。さようなら。再见。